中華街、中華街じゃないか、チャイナタウン、うん、です。今回もあーちゃんと行くシンガポール旅第4弾、ぜひ最後まで見てね。始まり始まり、イエイイエイイエーイ。パパはどこ？そう、リャオファンホーカーちゃん、私がシンガポールで一番おすすめのレストランで、一番おすすめのレストラン、はい、これでホーカーでミシュラン取ったんだけど、私はこの黄色いヌードルがめっちゃ美味しい。わー、やばい。絶対黄色いヌードルとチキン頼んだんですよ。それは食べたい。もやしも美味しい。はい、やばい、超楽しみ。ミシュラン、はい、本当だ、すごい。ミシュラン、なんかマックみたいだね。すごい。あれ北京ダック。あ、よく混ぜた方がいいかも。合うの？味なくない？味ない。そうか。そう、混ぜて混ぜて。で、このまま？そうだね。うん。プチプチしてない？めっちゃ。このご飯超うまい。チキンも美味しい。チキン食べよう。うん。うん、骨。ほら、気をつけて、骨。うん、うん、うん。うん。骨が。うん。うん、骨。乾燥骨。めっちゃ美味しい。イェーイ。いただきます。チャイナタウンはウォールアートがいっぱいあるそうです。かわいい。さっきのお店はここ。じゃあ今からコナンに行きます。もう一回ご飯食べてみたい。かわいい、本当だ。おお、本当だ。結構リアルだね、このウォールアート。なんかかわいい、ここ上かわいい。これ梅の屋道銀パイナポー。わ、ここにあんだ、すごい。テレテテテレテテテテレテテテレテテ。あ、そうなんだ。安いんだね。安いんだ。何が安いんだろう。もうお菓子とかもマーライオングッズみたいな。ああ、一応あるんだ、そういうの。がシンガポールみたいな。あやかの絵。マーライオンのチョコレートかな。あ、そういうのもあるんだ。ブギスストリート。雑貨がいっぱいある。洋服とか。5ドルとかだもんね。洋服もたくさんあります。すごい、にぎわってる。あ、すごい、シンガポールってめっちゃ書いてある。マグネット欲しいな。マグネットを見よう。こういうのがいつも海外行ったら集めてるやつです。プレゼント応募、プレゼント応募じゃない、ファンの人にプレゼントするやつを選びます。
すごい見えた。ここに行きたかったんです、アラブストリート。ここが女子におすすめの香水、香水瓶。めっちゃいい匂いする。香水瓶って何？瓶を買うってこと？そうそうそう、でも香水も売ってる。かわいい、1200円だって。かわいい。すごいよね、ちゃんと割れないように作ってくれて。いいね。クラクダか。アラジンっぽい。私エジプトで。あーちゃんおすすめの香水入れ買っちゃいました。2000円。おー、ラッフルズホテル。あー、すごい綺麗。どういうのをみんな欲しがるんですか？シンガポールスリング味の紅茶。あー、こういうのが女子に人気なんですか？そうです、お土産で。へえ、買おうかな。なんかバク転の元とか。欲しくなっちゃいましたね、すでに。ん？あ、この人ラフルズさん。そうなのかな。この人が門番なんだよね。門番みたいなラフルズホテルの。で、後で入り口行くといるよ。あ、同じ人が。うん。本当に？ゴルフウェアだよね。あ、ね、ゴルフボールとかいいんじゃない？あ、すごいね、いいね。すごい、ラフルズホテルおしゃれ。インスタ映えスポットナンバーワン。分かんない私的に。あれがドアマンらしいです、噂の。ないんだ。ラキブ、今日はこちらのバクテー屋さん。初のバク停です。あーちゃんに連れてきてもらいました。じゃん、バク停です。なんか口コミ良かったから来てみたかったバク停屋さんです。あーちゃんも初めて。ここ初めて。わーい、楽しみ。どうやって食べるんだろう。まずあーちゃんに教えてもらったので、まずお麩を入れるそうです。でふやかし待ち、汁飲みます。超うまい。うまで、肉にかぶりつきます。あ、やばい、やばい、詰まって重いんだよね。うまっ、めちゃうまで、最後はアイスクラブ。うまい、これ美味しいよね。うまい。で、お麩がもしふやけてたら食べてもいいかも。ちょっとか、うん、お麩まだかな。でもちょっと味染みて美味しいかも。あ、これ激うまだ。激うま。やばい、パンみたい。美味しい。これやばい、最高。これはやばいわ。そう、丸ごと、丸々入ってるんだよね。このまま食べていいの？そうだね、周りの皮剥いて、あ、それかなんか先端からチュッて食べてもいいかも。うまっ。めっちゃ柔らかくない？口やばい。そう、これやばいわ。めっちゃ口臭くなるけどめっちゃうまい。臭くなりそう。そう。で、このスープは無限に無料で飲み放題なんで、勝手についでくれるの、店員さんが。マジ顔パンパンだ。そうそうそう。胡椒とね、塩分が効いてて、これはうまい。美味しいよね。おすすめです。よかった、初めて、嬉しい。有名な図書館に来ました。このまま入っていいのかな。あーちゃん初めての場所は嬉しいな、なんか。
あ、上から撮ると映えるっていう、すごい。あ、あちゃんのケツが盗撮お、すごい、こういう感じか。この辺に、あー、ここだ。ここで皆さんインスタグラマー撮ってるみたいです。うん、撮りましょう。ラキム、今日は雨なので、これなんだっけ、カヌー、うん、ゴンドラ、ゴンドラになります。本当は10ドルですけど、あーちゃんがなんかポイントが溜まってるのでタダで乗れます。あーちゃんありがとう、あーちゃんありがとう。すごい、すごい、うわー、デデンデンデンデデンデンデン、ここはミラノ。いいね、雨の日遊びだね、完全に。ちょうど今滝が終わっちゃった。シュン。TWG のアフタヌーンティー来たよ、すごい、すごい、ケーキここから選べるそうです。ここで食事です。アフタヌーンティーのメニュー、これが1人用でこれが2人用なので、今日はこちら。コップもおしゃれ、後ろはこんな感じです。この中から選べるそうです。この中からお茶を選びます。ただし何が何だかわからない。さっきの良い回でよかったロンドンブレイクファーストティー、まあ、12ドルなのでこれを飲んでみます。来ました、サーモン、チリクラブ、これアボガドかな、ガード、じゃあトリュフにしました。これがマンゴーのケーキと、これが抹茶のチーズケーキです。わー、美味しい。ラキム、空港、あー滝だ。え、こっから見んの、そう、下から、明日から見たいです。すごい、ミッキーちゃん。これから帰るんですが、その前にショーを見たいと思います。最後あーちゃんがついてきてくれました。ギリショーに間に合いそうです。はい、着きました、100周年。うわー、すごい、すごいよ、あーちゃん、きれい、めちゃめちゃきれ
滝になってます。チリクラブ来ました。最後の最後にこちらでご飯食べます。チリクラブ、かわいいエプロンがついてます。かわいい、楽しみ。明日チリチリチリクラブニコリン。何分か結構待ちました。手袋をつけます。え、やばい、これで悪そうです。おー、いいね。おー、こんな感じで出ました。で、ソースをつけてかぶりつく。いきます。うまっ。食べ物全部同じ反応。うまっ。え、目プリプリなんだけど。新鮮だよね、さっきまで生きてたやん。さっきまで生きてたやつ、うん、おー、やばい、こんな感じです。やばい、めっちゃうまっ。いただきます。うん、これやばいね、ソースがやばい、やばい、めっちゃうまい。あ、やった、ジャンボやばす。リップ、リップします。うまっ。うちの妹これハマって6個食べてる。これ食うわ、これうまいの。たくさん食べました。ついてる、シンガポールうまい、やばい。あとは飛行機乗って爆睡するだけです。あったー、ラキム。頼む、ついでに高評価も押してね。うー、お願いします。